はい。それでは、あの、自然生態系分野における気候変動適用ということでお話をさせていただきます。えー、っと、それでですね、あの、昨年度、あの、気候変動適用センターの小出の方からですね、自然環境における気候変動影響との付き合い方という、えー、タイトルでお話をさせていただきました。そこで、えぇ、ー、まあ、あのー、 ま、これはあの、その時のスライドを、え、これでからですね、もらって、えっと、表示させていただいてますが、その、そこでは、あの、自然環境における気候変動影響に対する適用の基本的な考え方ということで、ま、地元の自然とその意味えを知ると、あと、どのような変化が起きるのか、ま、影響の部分ですね。そして、ま、適用策の部分、どうやって対応するか。そして、ま、それを、まあ、 えっと、実行するためにネットワークを作って、えー、楽しく長く見ていくというお話をさせていただきました。えっ、ー、と、今回はですね、あの、まあ、あの、前、前回に出られた方もいらっしゃると、えっ、ー、と、伺っておりますので、まあ、前回を踏まえつつですね、まあ、前回の、えっ、ー、と、繰り返しのところも、あの、適用策の考え方とかですね、そういったところも、詳しくご紹介させていただきつつ、まあ、よ、より実践的なところでですね、まあ、どのように、 え、適応策を進めていくのか。まあ、えっ、ー、と、実際ですね、自然生態系分野のですね、適応策っていうのはなかなか難しくて、私自身もですね、研究を進めながら、えっ、ー、と、手探りというところもあるんですが、まあ、そういった、まあ、悩みも含めてですね、あの、今、えー、こういうふうな考え方でやっていけばいいんじゃないかということをご紹介させていただいて、まあ、議論させていただければと、えー、考えております。 で、今回に関しましては、まず、まあ、ここは、あの、最初のところはやや繰り返しになりますけど、自然生態系分野での適用策の考え方を知るということですね。そして、まあ、その上で、適用策を実行していく際のですね、まあ、実践への道筋を探るということと、まあ、もう一つはですね、先ほどの中田先生からの えっと、ご講演にもありましたけど、まあ、自然生態系分野、まあ、漁業は、えっ、ー、と、特に、ま、自然環境に、え影響される部分が多いので、なかなか、こう、対応するにもですね、今までの環境に変わって、えー、と変わっていく環境にですね、適応せざるを得ない部分っていうのもあると思います。そういった観点でもですね、社会的な適応ということも考えないといけないので、まあ、それに関しましても、最後少しご紹介させていただければと、え考えております。 でこちらがあの自然生態系分野における気候変動適用の基本的な考え方ということで、環境省自然環境局さんからですね、平成27年7月に基本的な考え方っていうのは示されております。これはあのもう数年前になりますけど、今でもですね、この考え方っていうのは、 基本的にこういうふうによく整理されていると思いますしこの考え方に沿って我々も今進めております一つ重要な第1点はです、ね、気候変動に対応し生態系は全体として変化していきます先ほどの水産分野でもこういったことは同様なところはあると思いますこれを人為的な対策により後半、ね、に抑制することは,これはできないと ということですね。これが前提になります。ですので、えっ、ー、と、今日の最後の、えー、と項目で社会的な適用を考えるということを提示させていただいておりますが、社会的な、えー、と変化するものに対する社会的な適用っていうのもどうしても必要になってくるということですね。ただ、えっ、ー、と、まあ、そういった中でもですね、まだまだあの、現状の、えー、例えば保全すべき種とかですね、があった場合、えっ、ー、と、何もできないかと言うとそうではなくてですね、あの、まだ、 え、介入できる余地はあるということです。それが、えっと、2番目ということですね。ま、自然生態系に分、分野における適応策の基本は、基本はですね、モニタリングを行って、生態系と種の変化を把握することですね。ま、それに基づいて、ま、予測などを行ってですね、え、気候、え、ことが必要ですし、あと、当然ですが、ま、生き物まあいうのは、気候変動だけではなくてですね、いろんな、え、ま、環境の変動下にある、 わけですねその中には人為的な破壊とかですねあるいはまあ汚染の問題も絡まっているということですねですので気候変動以外のまあ要因によるストレスの低減っていうのは一つ適用策として種の、えー、と種といいますか保全という観点で非常に重要になってきますあとは生態系ネットワークの構築などによって えー、まあ他に逃げられると言いますかね。場所を作ったりとかですね。まあ気候変動に対する十年能性の高い健全な生態系の保全と回復を図ることが必要であると。 ということです。で、まず、えーえー、最初、ま、まずですね、この校舎の方のお、えー、話をさせていただきます。で、その、えっ、ー、と、校舎に関しまして、まあ、適用策を進めるにあたってはですね、3つの視点が必要であるということが、えっ、ー、と、同じですね、基本的考え方の中で示されています。1つ目が気候変動が生物体制に与える影響の低減ということで、気候変動自体はなかなか止まらないんですけど、例えば、えー、気候変動の影響が少ない、 地域の特定ですね。そこをまあ優先的に保全するという考え方もあります。あとは、気候変動以外のストレスの低減っていうのも重要ですね。で、特にあのまあ、これを組み合わせることによって、気候変動の影響がま将来的にも少ない地域で、さらにまあそこを集中してですね。ストレスの低減を図るといったことも考えるべきであるということになります。 もう一つは、こちら保全の観点ですけど、まあ、あの、いわば、守りの観点ですね。で、ま、もう一つ、最近非常にあの、盛んになってきたものですけど、生態系を活用して、積極的に活用して、気候変動に適応していこうという考え方も、え、できてきました。例えば、遊水地を整備して、ま、水害を低減したりとかですね。ま、他の気候変動の影響を、え、ま、低減するために、生態系を活用すると。そういった考え方も、 ありますそして、えーまあえー、もう一つ重要なのは、ね、実際に、えー、実行する際に重要なのは多分野の対策が行われることによる、まあ、生物多様性の影響の回避ということですね、まあ。これは影響の回避だけではなくて、まあ、あの対策によっては相乗効果が生まれることもありますので例えば相乗効果シナジーの例としてましては有水地を整備することによって、まあ、水害を低減されますしさらに、まあ、野生動植物 物の新たな生息、えー、生育地、まあ、生物体制の保全にも役立つようなことも考えられますまあ、一方で最近あの太陽光パネルがたくさん置かれているということがありますけどこれはもちろん気候変動の 緩和には必要なことなんですけど、パネルをですね、えっ、ー、と、まあ、置きすぎると言いますかね。例えば、えっ、ー、と、絶滅危惧種のところをに置いてしまうと、まあ、それはそれで生物多様性を損ねてしまいますので、まあ、そこはうまくですね、あの、このコンフリクトになるわけですけど、コンフリクトをうまく回避することを考える必要があるということですね。この三つの視点が重要であると言われています。それで、まあ、まず、 この、えっ、ー、と、最初のですね、気候変動が生物体制に与える影響の低減ということをお話しさせていただきます。 で、こちらが、まあ、その、えっと、全体をですね、ちょっと、え、示したものですけど、これは、あの、すみません、バックはですね、まあ、半分イメージですけど、これはモバの分布の変化を示しているものですけど、まあ、生態系の分布変化予測を行った上で、先ほど申し上げたような、気候変動の影響が少ない地域の特定と優先的な保全ですね。で、気候変動以外のストレスを減らすと。 いうことです。あとは、まあ、生物がですね、えっ、ー、と、移動分散できるような、えー、まあ、経路の確保、生態系ネットワークを形成すると。そして、まあ、これは2番目の観点ですけど、まあ、生態系を活用した適用策の推進ですね。あとは、まあ、現在の生態系種を維持するための管理をすると、えー、いうことですね。まあ、これらを合わせて、例えば、えっ、ー、と、新入種に関しましては、駆除活動の指針を、えー、出したりとかですね、保護区を設計したり、あと人間活動による負荷の低減を考えていくと。 いうことになります。それで、えっ、ー、と、まあ、我々はですね、まあ、環境省と一緒にですね、この、まあ、そういった検討のステップを、まあ、体系的に示そうと。 いうことで、えー、国立公園等の保護区における気候変動への適用策検討の手引きというものを、えー、作成、えー、いたしました。これはあの国立公園等の保,保護区と言ってますけど、実はですね、保護区だけではなくて、えー、まあ、えっ、ー、とー、 エリアベースと言いますか、空間的にこう変化していくものであれば、すべて対応な、可能なものです。ですので、まあちょっと、あの、保護区に限定されるような、えっと、印象がありますけど、保護区に限定せず、生物分布が変わっていく場合にですね、どうすればいいのかっていうのを、まフローチャットで示したものです。 これを説明してまいります。こちらが、まあ、ステップを示したものですけど、後で具体例をお示しします。まあ、我々、あの、いくつかのステップを考えまして、まあ、まず、ステップ1としては、当然、あの、その地域のですね、基盤情報が必要になります。あの、生物の分布ですとか、気象条件とかですね、地形とかですね、そういった情報を集めるということと、あと、評価対象に関しましては、これは地域で何を え、重要と考えるのかっていうのが当然ありますので、そのデータを収集して、その生き物の分布の特性とかですね。 まあどういった形で利用されているかっていうのを集めます。これがステップ2ですね。そしてステップ3で将来分、将来の分布や景観の予測をします。それで、まあ、実際はですね、生物の特性がしっかり分かっていれば、あのまあ、メカニスティックモデルと言ってますけど、まあ、統計的ではなくてですね、まあ、生物の振る舞いを考慮したモデルができるんですけど、それなかなか難しい場合が多いですので、まあ、統計的に関係性を求めてですね、それで、まあ、 将来予測をするというやり方がまあ一つえまえっとまずはえっとメジャーになるのではないかと思ってます。それで将来の分布経過を予測してその際にですねこれはまあえっと古い分けしていくようなイメージですけどまあそもそも劣化の可能性があるかどうかですねもしなければまモニタリングを続けましょうと。 いう話になりますそれで、えーまあえー、劣化といいますか縮小する場合ですねその中に,、えーにまあ、こう縮小して、まあ、どっかにこう集まるといいますかねささ最終的にここになりそうだと、えー、いうことですねあの先ほどの、えー、気候変動の影響を受けにくい場所といってもいいかもしれない そういった場合は、そこをな何とかして確保するということで、例えばそこに侵入者が入ってくるような状況であれば、防除を行ったり、区域規制を見直したりとかですね、っていうのがあります。そんな感じで,です、ね、これは保護区となってますけれども、ある一定のエリアのほかにです、ね、こう行ってしまった場合、そういった場合は、例えば保護区の場合ですと、区域を見直したりすると。 ということですねそんな感じで、えーまあ、あとは、えー、と生物が移動分散速度が大きい場合は、まあ、その経路を確保してあげましょうとかですね、まあ、そ,れそれもやはり区域の見直しにつながっていきます。 それで、まあ、最終的にはですね、あの、導入は可能かっていうのは、外から導入するということになりますけど、これはまあ、慎重に考えないといけないんですけど、例えばこれを、こうせざるを得ない場合ですと、また地域からの移植を検討したりとかですね、まあ、どうしてもダメだったら、もう最終手段としては、生きがい保全とかですね、まあ、例えば植物園にえ預けるとかですね、まあ、そういったこともまあ考えざるを得ない場合もあるかもしれない。 です、まあ、こういう感じで、えーまあ、程度によってですね、こう、えー、と段階で古、えー、い分けをしていって、えー、保全オプションを考えてですね、そして、えーまあ、保全オプションといいますか、適用オプションに。 なるわけですけど、えー、考えます。そしてその上で、えー、一度ですね、まあもう一度関係者の方々とご相談してですね、一体今どういう管理が行われているのか、あるいは管理されてないとすればどういう管理が必要かとかですね、そういった合意を取ってですね、実際の保全の計画に、えー、の実装へ繋げていく必要があると思います。ですので、この中では、えっ、ー、と地域の方々と、えー、まあ合意といいますか、 え、話し合う機会が、ま、ステップ2のところで、まあ、そもそも何を対象にしますかというところと、まあ、その予測結果にも続いて、こういうオプションがあるんだけど、どうでしょうということで、えー、話し合うと。まあ、いくつかの場面でですね、えっ、ー、と、しっかり、え、意思疎通を図ってやっていくと。 ととはいえですね、えーとまあ、それでステップ6で、えー、適用策を実装していくわけですけど、とはいえ予測には不確実性があったりしますので、やはりその後のモニタリングというのはやはり重要になります。そしてこのモニタリングに基づいて、まあ、もう一度このステップを戻ってですね、検討して、えーまあ、この一連の過程をまあ順応的管理といって 出ますけど順応的管理のステップがやはりどうしても必要になってくるということで、ステップ1から7までのセットで,ですねえと考えていく必要があるかと思います。それで、我々あの大雪山国立公園というところと慶良間諸島国立公園、ああ鉱山とこれはサンゴがいるところですが、両方ですね今、気候変動でまあ変化がの激しいところでそこを選定して今の ええー、まあ、ステップに基づいて、まあ、逆、えっ、ー、と、まあ、実際はこの調査をする過程で、ま、ステップを考えていったわけですけど、まあ、この、え、ステップごとに、え、どういったことをやったかっていうのをご説明いたします。えー、大雪山国立公園は、まあ、えっ、ー、と、鉱山、えー、植生が、ま、特徴となっている。それで、それは非常に、あのー、まあ、生物体制の保全上も重要ですし、まあ、観光資源にもなっているということですね。ですので、この <laughs>、鉱山植物を、 保全するっていうのが非常に重要になります。<laughs> それで、えっ、ー、と、実際にですね、こういった変化が起こっていて、えー、千島座ザとかハイが拡大してですね、お花,お花畑が消滅しつつあると。そういったことが、影響がもうすでに、えー、出ている場所です。それで、えー、 ま、現地の方々とですね、やっぱり大,大事なものはどれですかと、えっ、ー、と、何を対象にしましょうかということでお話をさせていただいて、まあ、この3つがあって、まあ、特に今回はこの鉱山植生群落ということに着目した、えー、着目してご紹介をいたします。それで将来の分布景観予測に関しましては、排出シナリオ、えー、ま、RCP2.6 と8.5を用いて、まあ、近未来とま、遠い未来ですね、まあ、両方、えー、時期を設定しました。 でモデルはいくつか用いまして、さらに変化予測モデルですね、これは分布推定モデルを使ってますけど、これもいくつかのモデルを用いまして、将来予測、同時に不確実性の評価も行ったわけですで。こちらが排出シナリオですね、これは皆さんよくご存知だと思います、RCP8.5 と2.6でやったということですね。 それで分布情報と,、えー、と環境条件を合わせることによって、まあ、統計的にですね、まあ、この、こういった条件だと、えー、鉱山植生がまあ分布できるということがわかります。それで、えー、あとは、えー、それがわかればですね、あの水、えー、水温、水温でですね、気温の、えー、を変化させて、えー、どう分布が変化するかっていうのがわかるわけですね。えーまあ、こういった、えー、と分布推定モデルを用いた、えー、予測を行いました。 こちらが大雪山国立公園ですけど、まあ、こういった山があってこちらが公園区域になっています。でこれが現在の分布であの赤いところがですねいわゆるまあお花畑のあるところですね高山植生分,分落があるところです。 で、こちらが、えっ、ー、と、節電草原とか、熱帯、えー、の心理植生の、えー、と分布ですね。これ、これは、あの、分布予測で、RCP8.5 ですね。これはもう、残念ながら、あの、えっ、ー、と、お花畑なくなってしまうという予測になってしまいました。ただ、RCP2.6 の場合は、ま、残りますので、えっ、ーと,まあえー、と、ま、えっと、ま、二つの場合を考えたんですけど、特に RCP、えー あの、気候変動を緩和しつつですね、まあ、適応策を考えるということが、まあ、必要になってくるということになります。こちらが、鉱山植生の分布予測。で、えー、鉱山植生と競合しているですね、笹群落がこちらですね。あの、まあ、掘っておくと、えー、まあ、全体に笹が広がってしまうと。 ということになります。2.6の場合は、RCP2.6 の場合は、えっと、お花畑は一部に残りますが、ま、笹群落が侵入してくるということになりました。こういった結果を持ってですね、もう一度地元の方々に、えったま、えっと、お集まりいただいてですね、ま、どうしましょうということを話し合いました。そうしますと、ま、現在の植生の維持っていうのは当然大事なんだけど、さらに、ま、観光利用も、ええ、ま、維持したいと。 ということで、保全を、策を投入する敵地を考えないといけないということになったわけですね。で、それで考えられる適用策としましては、競合種が侵入すると、ささがりを実施したりとかですね、そういったことをやっていく必要があるわけです。 それでさらに、まあそういった保全対策場所を選ぶ際にはですね、先ほどの多様性保全だけではなくて、まあ、あの、観光面でもですね、生態系サービスっていうのを維持する必要があります。生態系サービスは、あの、登山道から見えるとかですね、そういったことも 考慮しないといけませんし、あと、保全を行う際にはですね、あの、移動コストっていうも考えないといけないです。要するに、あの、登山道から遠いところはなかなか行きにくいのでですね、非常にコストがかかるということになります。こういった条件をすべて考えてですね、まあ、この保護区選択ソフトウェアっていうのがあるわけですけど、考えますと、ま、ここでまあ優先的に対策を行う場所と、 えー、まあ、さらに、ま、この移動距離も考えますと、対策が、ま、実施可能な、え、場所ですね。実施可能かつ、優先的に行う場所が抽出できるわけです。それが、ま、こちらですね。まあ、移動コストっていうのを入力すると、やはり遠いところはなかなか、あのー、はちょっと優先度下がってしまうんですけど、ま、こういったところから、ま、言う、えー、 現実的に、まあ、対策はできるだろうということで、まあ、地元の、えっと、状況も考慮した形でですね、あの、保護すべき場所っていうのを選定できるようになるということです。ただ、最初に申し上げましたように、こういった、まあ、よ、そもそも予測結果にはですね、不確実性がありまして、分布推定モデル自体の誤差もありますし、まあ、気候シナリオにも、えっと、誤差があります。さらには、あの、 ま誤差と言いますか、不確実性がえあります。さらにはこれメッシュが1キロなので、まあ、1キロの中での、えっと、分布割合というので出しているわけですけど、実際はもっとピンポイントにですね、どこに残るのかっていうのは本当はやらないといけないと。まあ、ですので、まあ、分布割合を見た上で、まああとはもう、 えっと、こういうところにいそうだっていうところで、やらざるを得ないというところがあります。こういった、まあ、いろんな不確実性がえ実際ありますので、最初に申し上げたように、その後、管理を実行した後はモニタリングを続けてですね、検証、評価をして、まあ、計画の見なしを進めるという、まあ、このステップ7のえ部分ですね。こういったものが必要になってくると。 いうことになります。それで、大切さの場合ですと、えー、まあ、あの、高山植生はですね、ここの保護区内に避難地があると、まあ、RCP2.6 の場合はですけど、ということになりましたので、まあ、そこで、えー、まあ、さらに利用も維持したいということがわかりました。 ですので、あと、ま、ささがりを今続けてると、今保全として、保全策としてやってるということもわかりましたので、まあ、こういった、え、場所でですね、さらにまあ人の行きやすい場所とかを考えて、え、重点的にですね、対策すべき、え、場所を定選定することができたということになります。 もう一つは、えっ、ー、と、ケラマ諸島国立公園ですね。こちらは、まあ、サンゴが非常に有名なところですけど、まあ、住民に対、えー、1600人に対して、まあ、22万人もの人がですね、訪れる、まあ、非常に、まあえー、まあ、産がもたらす観光価値が、えっ、ー、と、非常に高い場所です。ですので、地元の方々、やはりサンゴ一番気にされてまして、えー、まあ、 もうほぼ言わずもかなみたいなところはあるんですけど、まあ、えー、皆さんにお聞きすると、やはり産後、えー、が大事だということになりました。そして、えー、と重要なのはですね、どのぐらいの範囲で、まあ、えっ、ー、と、保全の単位ですね、えー、と解像度を考えるかというところも、同時にお聞きしますと、やはりさ100メートルぐらいでやってほしいと。えー、まあ、1キロとか数キロだともう、まあ、えっ、ー、と、ダメだと。まあ、えー、とダイビングでですね、利用している範囲はそれぐらいなので、まあ、そこでやってほしいと。 いうことがわかりました。ですので、この2つの条件を考えて予測を行ったわけですね。それで、この場合も、外部の避難時とか、実は他のオプションも検討したんですけど、今回ご紹介するのは内部の避難時の確保ということをご紹介いたします。それで、これはですね、結構、なかなか えっと、難しくてと言いますか、100メートルにするのは結構大変でですね、えっと、現地観測も行った上で、えまあ流動バーの計算をしてですね、ダウンスケーリングという作業をえ行いました。まあ、こういう形でですね、えっと、今までだと、まあ1キロメートル解像度のデータしかなかったんですけど、それだと、こういった内湾でですね、あの、水温が上がりやすいっていうのが全く表現できませんので、えやはりダウンスケールえーする必要があったと。 いうことです。まあ、これによって、まあ、あの、内湾で水温が上がりやすいみたいなことはしっかり再現できるようになりました。ここが、えっ、ー、と、まあ、一つ難しかったとこですね。それでこちらが、えー、サンゴが水温が上がってしまうと、あの、強制している藻類が抜ける、まあ、発火現象っていう、サンゴが真っ白になってしまう現象が起こります。これによってサンゴが死んでしまうんですけど、えー、まあ、えっ、ー、と、現在から 何度上がるとですね、まあ、どれぐらいサンゴが生き残るかっていうのを、えー、これもあの統計的なです、ね、分布推定モデルを使ってまあ予測を行いました。まあ、これによってですね、あの将来残りやすい場所っていうのは分かったわけですね。それで、この発火や死亡しにくい場所を重点的に守るということで、まあ、それを検討いたしました。 それで、えっ、ー、と、まあ、この結果をですね、えー、また現地の方に、え、お示しし、しました。そして現地で、実際、あの、今、えっ、ー、と、保全の活動を行っている場所、あるいは利用を行っている場所っていうのが、 えー、ありますそれがこの丸をつけた、えー、とこなんですけど、ここにはダイビング部位といってですね、固定の部位を置いて、あのー、地元の方々はダイビングをする際に、あの船からですね、アンカーをこう落とすと、あのサンゴが、サンゴを傷めてしまいますので、アンカーを落とさずに、まあ、部位をこう、掴んでですね、船を止めるということをやっています。まあ、そこで、えーまあ、利用をしているわけですね。まあ、同時に え、産後食べる鬼人手っていうのがいるんですけど、鬼人手が発生した場合は、その部位の周辺で駆除活動を行う、まあ、保全活動を行っているということですね。そうしますと、まあ、現在の、え、保全、え、の状況も考えて、現在の保全利用と、さらに将来残りやすいところっていうのを重ね合わせると、まあ、将来、え、まあ、将来のことも考えた、重点的に守る場所っていうのが、 え、見えてきます。それが、ま、ピンクの丸印をつけたとこですね。こういう形で、ま、地元にとって、ま、適応策、え、が、ま、打ちやすい、まあ、将来のことも考えた適応策を考えやすい場所っていうのを、え、提案することができたということになります。で、こちらのサンゴの場合も、ま、えっと、他にも、もちろん検討はしたんですけど、ま、保護区内の避難地ですね。あのー、 は残りやすすい場所ですねそれで現在ダイビング部位があって保全活動や利用している場所ということでそれを重ねることによって重点的に保全する場所っていうのを絞り込むことができたということになります。もちろんこの結果はやはり不確実はどうしても含んでしまいますのでモニタリングを続ける必要はあると考えています。こういった形で このステップ1、2、3ですね。予測を行って、適応オプションを検討して、まずこの予測結果に基づいてですね、適応オプションを検討して、それと現在の管理、あるいは関係者の認識ですね。そういったものを合わせてですね、実際の計画につなげていくと。まあ、こういうステップで進めるといいんじゃないかということを提案させていただいたわけです。 はい。それが一番目のですね、えーと、気候変動が生物体制に与える影響の低減という形での適用策の、えーまあ、実,実装に向けたですね、まあ、ステップをご紹介させていただきました。で、次はですね、あの気候変動に適用する際の一部として生態系の活用ということをご紹介させていただきます。こちらは国交省さんが、えー、と打ち出された流域治水というものですね。で、まあ、流域治水の考え方としましては、まあ、既存のインフラはもちろん 生かしつつですねそれで対応しきれないものは、えー、まあ自然環境あるいは生態系を活用して例えば遊水地を整備したりとかですね、えー、して対応していきましょうというもので、まあ、生態系の機能を活用するということが、まあ、こちらでも打ち出されるようになったわけですね。 それで、ま、最近、この生態系の活用に関しましては、ま、非常に、ま、いろんな概念が、出されています。ま、こ、こちらに代表的なものをお示ししますけど、えっと、一つは、e、ま、EBA と、エコシステムベーストアダプテーションというもので、これはまさに気候変動に適応するために生態系を活用するというものですね。 あとは、ま、エコ DRR というものも、えっと、皆様お聞きになったことがあるかと思います。これは生態系を活用した防災減災、マエコシステムベースとディスタスターリスクリダクションというものですね。これの略語です。これは、ま、あの、ま、あんまり厳密に言い出すときりがないところありますけど、あの、ま、防災減災は、ま、気候変動によるものじゃないものも、 ありますので、まあ、それも含めた形での、えー、生態系の活用という、えー、概念です。あとは、この、えー、生態系とかですね、まあ、インフラとみなして、えーまあ、グリーンインフラという考え方もありますし、まあ、それらをさらに、まあ、ひっくるめる、えー、総合的な概念としましては、自然を基盤とした解決策ですね、ネイチャーベーストソリューションズと、そういうものも、えー、あります。こういった、まあえー、いくつかの概念がですね、出されていて、まあ、生態系の 特に自然生態系の活用っていうのは非常にこれから気候変動を適用する際にも重要であるという、まあ、そういう流れといいますかねそういうことになりつつありますそれで国交省さんでもグリーンインフラ推進戦略ということで2019年7月にですねこういった戦略が発表されましたでグリーンインフラに関しましてはいくつか本も出てですねえっ、ー、といますそれで <laughs> ま、この中で実践例が紹介されたりするということが多数、ま、今、起こりつつあります。生態系の活用に関することに関しましては、環境省さんもですね、たくさん資料を作られていまして、エコ DRR のパンフレットですね。あと、まあ、それに対する関するパンフレットが、ま、2つ出ておりますし、今度ですね、2022年3月に、まあ、今、まさに作成中なんですが、まあ、間もなく、 公表できます。あの、生態系を生かした気候変動適用、EBA ですね。これの計画と実践の手引きというものを今まさに作成中です。で先ほどの NBS、えっ、ー、と、ネイチャーベストソリューションですとか、グリーンインフラ、えー、と、まあ、あの、e、EBA とか、エコ DRR の関係は、こういうものが考えられておりまして、まあ、ネイチャーベストソリューションは全てを包含する概念ですね。そして EBA に関しま、あエコ DR、 ECODRR、ね、は、えーま、気候変動に伴う、えー、と災害に対する対応、えー、と、ま、気候変動の影響ではない、えー、災害です。例えば、ま、津波とかですね。そういったもの、えー、も含めた形で生態系を活用するというのがエコ d r r ですね。EBA が、えーとま、災害以外の気候変動問題、えー、ですね。あと気候変動に伴って深刻化する災害、ま、これらが、えー、ありまして、ま、その、ま、両方が固定まこ こ,ちらのこういったベンズみたいな関係にあるということで整理を進めています。いずれにしましても2022年3月に公表、間もなく公表されますので、こちらぜひ興味のある方はご参照いただければと考えております。 そうですね。あそれで、あの、事前に質問にもいただいてたんですけど、あの、エ、e、コ DRR とかですね、EBA、機能評価っていうのが、まあ、なかなか進んでないといいますか、難しい側面があります。これに関しましてはいくつかですね、あの、産後症の防波機能とか、え、は、あの、機能評価はされているんですけど、まあ、全体的にまだ機能評価進んでない。 状況ですね、まさに進行中の状況だと思いますので、まあ、その動向を見ながらです、ね、この EBA の活用というのを検討していただければなと考えております。はい、それがあの簡単でしたが、2番目の気候変動に適応する際の一部としての、まあ、生態系の活用という部分ですね。で、最後、えーとまあ、あのこれ、実装に当たってと。 ということになりますけど、えまあ、一部、あの先ほどのとこでもご紹介しましたけど、多分野の対策が行われることによる生物体制の影響への回避、まあ、あるいは、ここには明示的には書かれて、えこの、えっと、基本的考え方には明示的には書かれていなかったんですけど、まあ、シナジーを考えるっていうのも、まあ、この範疇かなと、えー、私は考えています。 それで、まあ、その、それをまあ、えっ、ー、と、適用策の進め方に直結することでですね、例えば考え方としましては、特に、ま、保全ですね、えー、に関しましては、既存の生物多様性や生態系の保全活動ですね、それは、えー、ま、ほぼすべてと私言っていいと思うんですけど、気候変動の適用策に、ま、使えるものであると。 いうことですね。例えば、モニタリングですとか、駆除活動ですね。あの、先ほどの、あの、国立公園の例ですと、大雪山国立公園の笹の駆除活動ですとか、えー、ケラマ諸島国立公園では、では鬼人手が発生した時、駆除活動を、まあ、あの、保全活動として行っているわけですけど、それが、まあ、えっ、ー、と、さらに、えー、それがですね、あの、将来残りやすい場所を特定して、そこでやることによって、ま、まさに、 気候変動適用の文脈で活用できるわけですよね。ですので、そういった既存の、えー、仕組みをですね、なるべく活,、えー、活用してやることが、まあ、えーと実、実装、あるいは継続には非常に重要ではないかと、えー、考えています。あとは、えっ、ーと,えー、とですね、これはあの、えー、と自然生態系分野にの話ですけど、実は 多分野の活動でも自然生態系分野の適用策に使えるものはいくつもあるんじゃないかと思います。例えば、緑地に関しましては暑熱対策とかですね、あとは浸透性を良くして洪水対策っていうのが、で、緑地を整備するっていう考え方もあると思いますけど、そこが生物体制の保全の場になっていたりとかですね、あとは遊水地に関しましても同様ですね。あの水害を低減するための、 有水地が、えー、まあ湿地となってですね、えー、生物多様性保全の場にもなりますし、まあ、さらには湿地は水質の浄化機能っていうのもありますので、そういった多面的な機能があります。一つ、あの、 まあ自然生態系を活用するようなものを置くとですね、えー、それはえと多面性を持っていますので、多面性も考えて、えー、まあ自然生態系分野の適用策にも使えるものが必ずあると思いますので、それを整理して活用するっていうのがもう一つ考えられることかなと。 思いますあとは、えーと、こういった自然生態系分野はですね、実際は自然生態系が変わるといろんなところに影響が出てきますので、そういった点で、まあ、他の部局さんとの連携っていうのがいろいろ考えられると思います。その際には、まあ、インパクトチェーンと言ってますけど、まあ、自然生態系が変わると、まあ、こういった影響が出てくると、まあ、そういった、まあ、影響の連鎖ですねそうい、それを可視化することが必要かと思います。 それで、この気候変動影響評価報告書が最近出ましたけど、その中では、まあそういった重要、重要性といいますか、インパクトチェンを考えないといけないということで、連鎖をいくつか考えました。 で、まあ、これが、ま、その、まあ、これ詳しくご説明はしませんけれど、まあ、気候変動の、ま、ドライバーがあって、それによって、ま、分布が変わったりとかですね、一時生産が変わったりします。そうしますと、まあ、関連分野として、ま、これは生態系サービスという形で、まあ、我々の生活あるいは産業に直結してくるわけですけど、まあ、供給サービス、や文化的なサービスね、例えば、紅葉の時期が、えっと、変わってしまったりっていうのも、 ありま,すまあ、まさに公用の時期はですね、この後、もご説明しますけど、社会的適応せざるを得ない、えー、もう制御できませんので、社会的適応せざるを得ない、えー、ものかと思いますけど、まあ、いずれにしてもそういった文化的サービスや、まあ、調整サービスとかですね、そういったことに影響が出てきます。それで、それが変わると、まあ、他の分野に、えー、いろんな影響が及ぶということですね。まあ、これは、あの、おそらく、 まあこれは全体のまあ外境を示したものですけど、各自治体の中でも、こういった影響の連鎖というのはいくつか考えられると思いますので、これを可視化することによって、自然生態系だけではなくて、ですね総合的な自然生態系も考慮した形で、全体の適用策がえ進められる可能性があるのではないかとえ考えています。 はい。えっ、ー、と、それが、えっ、ー、と、まあ、保全側の適用策ですけど、えー、と最後にですね、この最初に述べました気候変動に対して、まあ、生態系全体として変化するためですね、まあ、あのー、広範囲に抑制することはやはりできないと。 いうことで、まあ、社会的な適用ですね、まあ、認識を変えるといいますか、そういったことも必要になってくるというお話をさせていただきます。これも我々が検討した例で恐縮ですけど、足ずり和解国立公園っていう四国のですね、南西ですね、南西側にある公園で検討した事例をご紹介します。 ここですねここに足印岬があってこの緑のところが、えー、足印若い国立公園で、まあ、これ見ていただくと南北にですねまあえっ、ー、と、まあ、結構な幅のある えー、まあ、国立公園であるということがお分かりになるかと思います。まあ、すなわち、これから水温が上がっていくとですね、南にいる生き物がこう、どんどん北上していって、えー、例えば愛南町は大月町のような環境に、ま、いつかなりますしっていう、まあ、そういった、どん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 分布がシフトしていきますので、それに対してどう対応するかっていうのを考えないといけないと。 いうことになりますそれで、えっ、ー、と、この、えぇ、ー、各自治体の方に、ま、インタビューをしました。そうしますと、ま、この、ここでは、ま、サンゴのところをご説明しますけど、ま、サンゴはですね、あの、ま、伊方町とか八幡浜とかですね、この、えっ、ー、と、北の、えー、町ですね、えー、に関しましては、ま、いるにはいるんですけど、やはり、ま、ほとんど、えー、存在認識されてないと。 まず一方、愛南町のようなところは、ダイビングや海水浴も、もあと,、えー、と、グラスボートも走らせていて、まあ、非常に積極的に利用しているというのがあります。ですので、まあ、何年か後には、まあ、この伊方町とかはですね、産ゴが増えていきますので、まあ、それに対応したものが、まあ、できるんじゃないかと。 いうことですね。今はまあ認識されていないので、まあ、非常にえと認識のギャップがあるということですね。で、これもまあ簡易的な予測ですけど、やってみますと、サンゴがやはり将来は、あの、イカタをまで行くというのが、まあ、予測としては出てきますので、まあ、それに備えたことも必要になってくると。 ということですね。ですので、今、えー、と認識が、えー、ギャップがありますので、まあ、こういった情報をお伝えしてですね、まあ、将来の活用方法も考えていただく必要があるのかなと思ってます。まあ、これのスライドはですね、実はアイナ町の皆様を対象にして作ったもので、アイナ町はこれから、 どうしましょうかという観点で作ったものですけど例えば、愛い町の方々に関しましては特にです、ね、北側の市町村に今、産後ととう,う,うまくといいますかサンゴをうまく利用した産業もありますのでそういったことがマイナ町ではこういうことをやってますということで知見やノウハウを北の自治体に提供すると。 いうことがあるかと思います。あとは、愛南町はですね、さらにまあ南の方の環境になりますので、えー、まあ逆にと言ったらあれですけど、まあ南でえさらにどういう対応しているのかですね、観光利用、あるいは、まあ、あの、駆除したりとかしてるわけですけど、そういった情報も収集しながら将来に備えると。 そういったこととが必要になってくるかと思います、まあ、これはサンゴに関してですけど例えばモバも変わっていったりしますので同様にですね、まあ、あの変わっていく生態系に対する対応っていうのはそれぞれ考えていく必要があるのではないかと考えております、まあ、そのためには科学的なです、ね、知見といいますかしっかりした予測情報がやはり必要になってくるということになります ま、ということで、あの、今回、まとめさせていただきますと、え、ま、最初の自然生態系分野の適用策の考え方ですね。考え方としましては、ま、生物体制に与える、えっと、影響の低減ですね。まあ、特にも気候変動以外のものを低減したり、あるいは、え、保全策を、ま、えっと、メリハリをつけておりますが、投入すべき場所を、ま、しっかり選定した上で保全活動を進めていくということです。あとは、えっと、 気候変動に適応する際の一部として生態系の機能を活用すると。えー、もう一つは多分野の対策とのまシナジーやコンフリクトを考えないといけないということですね。で実際、あの、適応策をえ実践するためには、え、ー ま、あの、先ほどご紹介した、あの、気候変動への適用策検討の手引きのステップとかですね、え、それが、ま、一つ参考にしていただけると、えっと、我々もありがたいと思っています。と、それを実践するためには既存の取り組みを活用したり、あるいは、タブ局の取り組みを活用したり、あと、インパクトチェーンを可視化して、え、ま、全体的にですね、あの、適用策を進めていくということが必要ではないかと。 思っています。あと最後にこれはまあ多分ますますあの、えっと今水産の分野ではもうすでに進みつつあることですけど、自然生態系分野でもやはり変化した、えっと、変化する生態系に関してですね、社会的な適用をまあ真剣に考えることが必要ではないかと。 思ってますそれで、まあ、なかなか、まあ私、あの、海の、えっ、ー、と、産後、研究しておりますので、思うのは、やっぱりなかなか海のことは認識されないので、やっぱり認識のギャップっていうのが、もうすでに現在の文法を見てもありますし、それがどんどん将来に拡大していくので、そのギャップを抽出してそれを埋める努力っていうのがやはり必要かなと。 思いますあとはその変化に対応して、それがまあしっかり抽出して、まあ、意識できるとですね、変化に対応した社会や産業の構築へとつながっていきますし、そのためには、特に南北に長いような場所ですと、まあ、広域の市町村連携っていうのが、を考える必要があるのではないかなと,、えー、と考えております。はい、私からのお話は以上です。どうもありがとうございました。